長屋鷹取は、平安時代初期の苦行。市政は、押しうな連の千朝の宿根、ね、長屋阿村。小六以上、忍ぶうなばら鷹取の子、大和国出身。立身するために、叔父忍ぶうなばら道長の養子となる。延暦十年を司会原業用の根性により、一族と共に、忍ぶうなばら連から浅の宿根に改正する。延暦十一年自ら申請して、 父の戸籍に戻るが、この際に、父の高取も、浅スクネ生を、ついたまものされている。若くして、大学寮で学び、式、感情を習得する。官音に通じたことから、音生として、試験を受ける。後、相模博士を経て、対策に求大して、文章生に干せられる。大学寮で学んだ知識を評価されて、延暦21年検討士の純読辞として日当し、 翌年帰国。後田在大典、四季武将六、左大使、左この絵将元を歴任する傍ら、日本語記、大理式の編参に携わり、さらに後退し、神の神道の時効も務めた。佐賀天皇即位後の公認元年倉人に任せられ、翌公認2年それまでの時効の功労により、十五位下に除釈。同年、左英師さついで左衛門のさ、 公認5年左この絵少将と武漢を歴任する。一方、公認8年15以上、公認10年生5し下と差が朝後半にかけて、順調に昇進する。公認11年正月に病気により、時間を願い出ると、許された上で14位下に少女され、同年5月には、兵部大輔として復職する。後、中津笠大輔民部大輔を経て、公認十四年に、 倉尾と頭に任ぜられる。同年4月の佐賀天皇上位、純奈天皇即位を通じて、倉尾と頭を辞任して、左中弁に専任する。天朝4年14位以上、太宰第二に除任される。香取は、第二の任を解くことを求めて上表するが許されず、純奈朝後半は、太宰府に下校した。人形天皇が即位した、天朝10年参議に昇進して苦行に列。 犠牲官として、四季部、大輔左大弁、民部教を兼ねた後、上は七年生四位した、上は九年十三位に助せられる。同年家取りを含む、一族十九人が、スク生から阿尊生に改正している。上は十年六月十一日公居。去年七十。最終官位は、義十三未君六等県、腰中守る。生まれつき慎み深い性格であった。 政務に明るく、管理としての才能を賞賛され、人々からの評判が良かった。また、大歌を得意としていた。監視作品として、文化修霊集に6種が再録されている。中記のないものは、六国史による。ありがとうございます。